日本時間昨日夜に発表されたアメリカの6月の雇用統計によりますと、景気の動向を敏感に示す農業分野以外の就業者数は前の月と比べて20万6000人増えました。失業率は 4.1% で前の月から 0.1 ポイント悪化しました。就業者の伸びは市場予想の19万人増加を上回りましたが、5月の増え幅よりは減少したこともあり、アメリカの利下げ時期への影響はないと専門家は見ています。ほぼほぼ市場予想の範囲内でしたので、この先物市場で織り込まれている9月と12月の利下げ予想を、まあ、何かしらこう変えるほどの影響はおそらくないと思います。アメリカ経済の軟着陸、ソフトランディングが可能になると思いますので、まあ、そういった意味では先々日本経済にとって、まあ、悪い方向には向かいにくいだろうなというふうに思います。